白鳥座16番星は太陽系から白鳥座の方向に70光年離れた場所に存在する三重連星である。二つの太陽に似た G 型主系列星と一つの赤色矮星から構成されている。また、1996年には太陽系外惑星が白鳥座16番星 B の周りに発見されている。 白鳥座16番星を構成する構成のうち、二つの明るい星の年収視差は、個別にガイアによって測定されている。その結果は、白鳥座16番星 A が46.98ミリ秒、白鳥座16番星 B が47.12ミリ秒で、ある。A 星の年収視差の値から得られる距離は21.3%。 B 星の値から得られる距離は21.2%なり、誤差の範囲で両者は一致している。白鳥座16番星は階層構造を持つ30連星で比較的近接した A 星と白鳥座16番星 C のペアの周囲を離れた軌道で B 星が周回している。C 星は1998年に A 星の傍らで発見され、 その後の観測で、A 星と固有運動が共通していることから、連星とされた。天球上に投影された、A 星と C 星の見かけの距離は3.4秒で、年収視差から実際の距離に換算すると、約73 a u だが、2年程度の観測では、光点運動による位置の変化は見えないため、詳しい軌道要素は知られていない。B 星は、 A 星からの見かけの距離が35秒で、年収視差から実際の距離に換算すると 749AU 離れている。光天周期は13,500年、軌道長半径は 754AU と推定されるが、周期1万年を超えるような軌道要素を決定するのは難しい。A 星と B 星は太陽に似た G 型主系列星である。 二つの恒星の質量は、それぞれ太陽と同程度と考えられている。年齢については、多少のばらつきがあるが、太陽より古く、形成されてから68億年前後が経過したと推定される。C 星は、A 星や B 星より、はるかに暗く、赤色愛星と思われている。太陽系の惑星と白鳥座16番星 B の、惑星の軌道の比較。 1996年、B 星の周りを公転する惑星白鳥座16番星 BB の発見が報告された。この惑星は798.5日周期で潰れた楕円軌道を周回するエキセントリックプラネットで軌道長半径は 1.68AU である。惑星 B は当時知られていた他の大部分の惑星と同じように 視線速度法によって発見された。この観測で推定された惑星の加減質量は、木星質量の1.68倍である。実際の質量はこれ以上の値となるが、どれだけ大きいかは、惑星の軌道傾斜角に依存する。楕円軌道の惑星 B が存在するため、白鳥座16番星 B から 0.3AU より、遠い領域にある天体は、 安定な軌道を保つことができない。0.3AU より内側であれば惑星が存在する可能性があるが、少なくともこの範囲に可用性質量以上の惑星は存在しないことが観測で示されている。白鳥座16番星には METI の活動として電波メッセージが送られている。メッセージはコズミックコール1と名付けられ、 ユーラシア大陸最大のレーダーでもある、イェウパトーリア RT-70、電波望遠鏡から、1999年5月24日に、発信された。測定された構成までの距離が正確であれば、2069年11月に、白鳥座16番星に到達すると考えられている。ありがとうございます。